ここがセントハイム門か。なんかロレント地方にあるグリューネ門と似てるわね。同じオート地方を囲む城壁、アーネンベルクの門だからね。1000年近く前に築かれたものだけど、さすが帝国軍の侵攻を食い止めただけあって堅牢そうな造りだな。うんうん、大砲を撃ち込んでも壊れなさそうな感じよね。でも観光名所みたいだし、時間があったら屋上に登って。君のことだから、まっすぐ続いている城壁の上を全力疾走してみたいとか。違うってば。私がしたいのは二人きりでのんびりランチしたいっていうか、風に吹かれながらいろいろとおしゃべりしたいっていうか。ん？別にそんなのいつもしてることだと思うけど。はあ、もういい。さっさと通行手続きをしてとっととオートに行きましょう。気のせいかもしれないけど、なんだか機嫌悪くない？気のせいでしょ。変なこと言ってないで、とっとと中に入るわよ。女の子は難しいな。この先はグランセル地方だね。通行許可証がないとこちら側へは出られないよ。やあ、セントハイム門へようこそ。オートに行きたいんだったら通行手続きをしてもらえるかな。うん、通行手続きをしてもらえる？よし、来た。この用紙にサインしてくれ。しかしなんだ、最近の子は進んでるというか度胸があるっていうか、わざわざ街道を通ってハイキングがてらデートかい？え？デートってそんなのじゃないですよ。僕たちこれでも兄弟なんです。へえ、全然似てないけど確かに同じ名字だね。よし、これで手続き終了だよ。エステル、
さっきから様子が変だけど、どこか具合が悪かったりする？しばらく休んでいこうか。はあ、ううん、本当に何でもないから、さっさとオートに向かいましょう。それならいいけど。しかしデートじゃないとすると武術大会の見物にでも行くのかな。え、武術大会？なんだ、それも違ったか。武術大会っていうのはオートのグランアリーナで毎年開かれているイベントでね、王国軍の精鋭をはじめ腕に覚えのある人間が集まって武術の腕を競い合う大会なんだ。確か今日の午後に予選が行われるはずだよ。へー、なんだか面白そう。エステルが好きそうなイベントだね。女王陛下の計らいで入場料も割引されるし、僕も勤めがなかったら見物に行ったんだけどね。ご愁傷様。でもどうせだったら見物より参加がしたかったな。今までの修行の成果も確かめられそうだし。確かに。でも今予選をしてるなら参加するのは無理そうだな。依頼も受けているし、見物だけで我慢しようよ。ちぇ、残念。ん？兵士さん？どうしたの？まじまじと見つめちゃって。その胸のエンブレム、若いから気づかなかったけど、君たちひょっとして遊撃士？うん、そうだけど。何か問題でもありますか？いや、その問題というか、なんというか、まいったな、さすがにありえないと思うけど。こら、勤務中の無駄口は感心せんな。あ、隊長。なんだ、問題でもあったか。それがですね、彼らがその遊撃士らしいので。何？ああ、君たち、申し訳ないが少々時間をもらえるかな。え、でも私たち早くオートに行きたいんだけど。ほう、オートに。ねえ、参考までに聞くが、何をしに行くつもりかね。その頼まれた仕事で。仕事の内容は？博士のじゃなくて、なんて言えばいいのか。申し訳ありませんが、ギルドの規約があるんです。依頼人のプライベートにも関わるので、内容を明かすのは勘弁していただけませんか。ふん、怪しいな。どうやらいろいろと話を聞かせてもらう必要がありそうだ。何がなんだかよくわからないんですけど。その、実は軍本部からの通達があってね、あの王室親衛隊が陛下に反逆して各地でテロ事件を起こしたらしいんだ。しかもどうやら遊撃士を装って活動している連中もいるらしくてね。念のため遊撃士を名乗った人間は取り調べの対象にしているのさ。あ、なんですって？こら、余計なことを言うな。申し訳ないが、これも上からの命令でね。身元が証明されるまでここに留まってもらおうか。冗談じゃないわよ。なんで私たちが。ああ、やっと来てくれたんですか。いや、待ちくたびれちゃいましたよ。通行手続きが済んだのであれば、早速オートに向かいましょうか。申し訳ありません、教授。準備に手間取ってしまって出発が遅れてしまったんです。ちょっと待ちたまえ。その、あんたは
これは申し遅れました。私、考古学者のアルバと言います。ノーザンブリア自治州の出身で、リベールには研究調査に来ています。おい、そちらの男性の通行手続きは済んでいるのか？あ、はい。先ほど。パスポートも正規のものですし、オートにある歴史資料館が身分を保証しているみたいです。そうか。ならば問題なさそうだな。失礼した、アルバさん。ところで、こちらの二人とはどういう知り合いなのかね？ああ、彼らは遊撃士でしてね。今まで何度か危険なところを助けてくれた恩人なんですよ。その縁で今回はオートまで同行してもらえることになりまして。そうですよね、エステル君、ヨシュア君。実はそうだったりするのよね。まあそういうことならば身分の保証にはなりそうだな。君たちすまなかった。どうやら誤解だったようだ。分かればいいのよ。そちらも職務でしょうから、どうか気になさらないでください。まったくもう、びっくりさせないでよね。教授もそうだけど、ヨシアもすぐに話を合わせるんだもん。一瞬私の方が約束を忘れてるのかと思っちゃったわ。そんなわけないって。話を合わせたことくらいすぐに察してくれなくちゃ。ふんだ、察しが悪くてすみませんね。自分だって肝心なことは察しが悪いくせにさ。え、何か言った？何でもありませんよーだ。すみません、驚かせてしまったようですね。何やらお困りの様子だったので口出しさせてもらいましたが、ご迷惑だったですかね。困っていたのは確かだから。ありがとう、アルバ教授。本当に助かりました。いえいえ、以前助けてもらったお礼ですよ。しかしどうしてまた軍の方々と揉めていたんですか？テロ事件がどうとか聞こえてきちゃったんですけど。最近他人を装って騒動を起こす犯罪者たちがいるみたいなんです。どうもその人たちに間違えられてしまったみたいで。そうそう、そうなのよ。腹立つったらあれしない。やっぱり軍人って横柄な人が多い気がするわ。はあ、それは災難でしたね。グレンの塔で見かけた一件も誘拐事件だったと聞きますし。あ、そういえばあの事件は解決したんですか？うん、根本的な問題は残っているけど、一応解決したとは言えるかも。いやー、さすがですね。最初に会った時から君たちが凄腕の遊撃士になると睨んでいたんですよ。私の目に狂いはなかったようだ。いや、やだな、褒めても何にも出ないわよ。まだまだ修行中の身ですから。それよりも教授はどうしてこんなところに？それはもちろんオートに向かう途中なんですよ。定期船を使おうと思ったんですが、ちょっとミラが心もとなくて。まあ考古学者は体力が命ですから、足腰を鍛えることにもなりますし。そんなに自分を追い詰めなくても。しかし相変わらず極貧生活を送っているのね。文系学者の懐なんてみんな同じようなもんですよ。
特に考古学なんてミラが入ればすぐに発掘に使っちゃいますから。ダメだこりゃ。まあそれはともかく、ここで会ったのも何かの縁よね。せっかくだから私たちと一緒にオートまで行かない？ちょっとエステル、アルバ教授だっていろいろと都合があると思うし。私の方は大歓迎ですよ。カイドウには魔獣も出ますから、君たちと一緒だと心強いです。まあここからオートまでは大した距離じゃありませんが。そういうことならよろしくお願いします。それじゃあ決まりね。オートに向けてレッツゴー。いやー、さっきは負けていただいちゃってありがとうございます。
おい、あんたたち。あれ、軍の部隊みたいだね。あんたたち、エルベリ宮の見物は禁止だぞ。先日、グランセル市街に布告があったばかりだろ。ん？あの、僕たちはオート民ではありません。先ほどセントハイム門を抜けてグランセルに向かう途中なんです。なんだ、旅行者か。テロリスト騒ぎの最中に徒歩で街道を旅行とはな、ずいぶんのんきなもんだぜ。テロリストの話はともかく、エルベリ宮って何なの？確か東の方にあるリベール王家の小宮殿でしたね。普段は市民の憩いの場所として開放されていると聞きましたが。あいにくだが今は立ち入り禁止だ。テロ事件の捜査本部にするため軍が使わせてもらっているのさ。捜査本部ですか。離宮周辺の道は立ち入り禁止にはなっていないが、テロリストに間違えられたくなかったら近寄らない方が身のためだぞ。ものしい雰囲気ですね。私、近寄るなと言われるとかえって近寄りたくなるんですけど。どうです、ここは寄り道して離宮の近くまで行ってみませんか？好奇心は刺激されるんだけど。警告されたばかりだし今はやめておきましょう。兵士たちが言っていた通り、テロリストがいるかもしれません。でもあれって情報部がしでかしたことを親衛隊や遊撃士のせいに。エッセル、できればそのことはあまり口外しない方がいい。下手に知らせてしまったら巻き込むことになってしまうよ。それもそうね。ん？情報なんですって？ごめん、なんでもないわ。そういうわけで早くオートに向かいましょう。ああ、残念ですけど仕方ありませんね。
くやってきたよ。Thank you.
こっちはロレントだね。帰るのはまだまだ先になりそうだ。Good to go.
ようか。Good to go. We're good to go. That's that. Let's move out.Good to go. Piece of cake. Piece of cake.Good to go.